横浜スタジアムです。下関対ユタ、このゲームの模様をお送りいたします。下関の先発は右のクラ、ユタの先発は右の久保、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは副島、背番号25。第9投げました。初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました。これもしかし空振り。追い込んで第3球を投げました。ボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました。バッターの足元。第5球投げた。ストレート、空振り三振。まずは先頭バッター三振に仕留めました。背番号47、高めに送ってストライク。まずは入れてきました。1球目ストライクから投げた。見送ってボール、カウント1ボール1ストライク。第3球内角ギリギリいっぱい、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた。打ちました。右中間へのフライ、ライト前に掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番西島、西島背番号投げた。外角低め、外れてボール。第2球投げた、外れた。ボール、カウントはツーボールノーストライク。第3球を投げました。直球見送ってストライク。投球これから4球目、打った。これはいい当たりだ。一塁へ送る。岩井軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。クラ今日は上々の立ち上がりです。豊かスコアボードにゼロの文字が入ります。1回の裏、下関攻撃に入ります。トップバッターは東。第9投げました。初球空振り、初球空振りから第2球投げました。2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました。危ない球。第4球を投げました。シンカー、空振り三振。まずは先頭バッターを三振に切って取りました。投げた。1球目ストレート空振り、1球目空振りから第2球投げた。ボール、これは完全なボール球。カウント1ボール1ストライク。第3球は見送ってボール、カウントは2ボール1ストライク。さあ4球目ジャストミート、大島うまくさばいています。富樫いい当たりでしたがファースト正面。これでツーアウト、ランナーありません。第2球流し打ち、切れていきます。ファール。第3球を投げた、打ちました。大島掴んだ。大島そのままベースに入ってスリーアウト。久保上々の立ち上がりを見せています。1回の裏が終わりまして、ユタ立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、ユタ攻撃に入ります。先頭バッターは大島。第9投げた。ボール、投げた。真ん中に決まった。ストライク。第3球は打った、痛烈な当たり、センター下がった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番早川。第9投げました。危ない球。第2球
投げました。まっすぐ空振り。少し迷ったか。第3球を投げました。ボール。カウンター2ボール1ストライクです。第4球を投げました。4球目ストライク。第5球投げました。ボール。フルカウント。第6球を投げた。打ちました。セカンド左横のゴロ。セカンドから一塁送球。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは6番沖田。第9投げた。初球空振り。第2球ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球は直球低めボール。カウントは1ボール2ストライクです。投げた。完全に外れた。ボール。平行カウント。第5球投げた。高め。空振り三振。最後は空振り三振に打ち取られました。2回の表が終わって豊田無得点で終了です。2回の裏、下関攻撃に入ります。この回のトップバッターは谷繁。投げた。内角低め見送ってストライク。まずは決めてきました。第2球打ちました。いい当たり。ライナー。バッターランナー一塁けんぱつ蹴って二塁へ。谷繁ツーベースヒット。豊か先制のピンチを迎えます。バッターは5番滝島。第9球初球打った。レフトへのフライだ。掴みました。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第9球投げました。初球空振り。第2球投げました。ボール。カウント1ボール1ストライク。肩越しにランナー見た。2塁タッチはセーフ。もう1回セカンドへ牽制球。投球はこれから3球目。ボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球は変化球はアウトローへ。ボール。カウントは3ボール1ストライクです。第5球投げました。ストレート見送ってストライク。第6球を投げました。ここはフォアボールになります。際どいところでしたがフォアボールです。バッターは7番岩井。第9ストライク。タイミング合いません。第2球打ちました。スタンドに入りました。ファール。第3球を投げました。打った。センター前進。スライディングキャッチ。ファインプレー。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。バッターは8番渡り。第9投げた。打ちました。泳いだバッティング。スタンドに入りました。ファール。さあ次の投球直球決まってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた。変化球空振り三振。久保見事なピッチングです。2回の裏が終わりまして0対0豊田ピンチをしのぎました。3回の表、豊田攻撃に入ります。この回の先頭バッターは中田。投げた。初球見送ってストライク。まずは入れてきました。投球これから2球目。スラーブはボール。カウント1ボール1ストライク。第3球は空振り。追い込んでいます。第4球を投げた。ボール。カウント2ボール2ストライクです。第5球投げた。打ったい当たりだ。来た。余裕があります。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番畠山。第9投げました。ストライク。まずは決めてきました。第2球投げました。2球目ストライク。
第3球を投げました。危ない球。第4球を投げました。打った。ショート正面。一塁送球。アウト。これでツーアウト。ランナーありません。左バッターボックスは9番蓮見。投げました。危ない球。第2球投げた。ボール。アウトローへ。カウンターツーボール。第3球まっすぐ見送ってストライク。次は4球目投げた。打った。流し打ち。ファウルボール。投げた。インロー際どい球。ボール。わずかに外れました。カウントは3ボール2ストライク。第6球を投げた。打った。レフト前進。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。クラ下位打線を三者凡退。0点に抑えています。3回の表が終わって0対0。両チーム無得点です。下関この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは鳴井。投げた。見送ってストライク。初球ストライクから第2球投げました。見送ってボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。打ちました。サード左へのゴロ。サードから一塁送球。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。打順はトップに帰って東。今日の第1打席はスイングアウト。第1球投げました。ストライク。タイミング合いません。第2球2球目ストライク。これで追い込みました。追い込んでから第3球を投げました。打ちました。掴みました。これでツーアウト。ランナーありません。バッターは DH の富樫。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第2球投げました。ボール。攻めてきます。カウンターツーボール。第3球を投げた。決まった。ストライク。第4球を投げた。ストライク。第5球投げた。打ちました。ショート右への打球。パスミボールを掴んだ。一塁へ送る。記録はヒット。記録はヒットです。さあツーアウトから先制のランナーが出ました。右バッターボックスには来た。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球ストレート決まってストライク。第3球を投げた。ボール。カウントは2ボール1ストライク。次が4球目投げた。打ちました。副島下がっていった。掴んでこれで3アウトになります。結局1塁残塁です。3回まで終了しまして0対0。両チーム無得点です。ゆたこの回は打順よく1番からの攻撃。右バッターボックスはトップバッターの副島。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げました。おっつけて打つ。サードグラウンド。ボールをつかみました。第1球投げました。初球スラーバー空振り。少し迷ったか。第2球2球目ストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球はこれは引っ掛けた。ライト前進。これはヒットになります。長坂いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは3番西島。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。投げました。見送ってストライク。もう追い込んでいます。
第3球は打ちました。ショートバウンド、ボールを取った。滝島警戒アウト、ゲッツー、スリーアウト、チェンジ。4回の表が終わって0対0、ユタこの回も得点を挙げられませんでした。4回の裏、下関攻撃に入ります。この回のトップバッターは谷繁、アウトロー、外れてボール。第2球決まった、ストライク。第3球ボール、完全なボール球、カウントは2ボール1ストライク。投げました、外、外れてボール。これは完全なボール球、カウントは3ボール1ストライク。投げました、5球目ストライク。第6球を投げた、打ちました。投げた、打った、センター前に出る、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは滝島、第1打席はレフトフライに倒れています。投げた、初球から打ってった、抜けた、滝島ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。左バッターボックスにはケッペル、第1打席はフォアボール。まずは一塁牽制、タッチセーフ、危ない球。第2球投げた、高速シンカーはボール、カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げた、シュート見送ってストライク、肩越しにランナー見た、一塁へ牽制球を送ります。第4球を投げました、打ちました、センター前進、掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第1球投げました、初球はストライク。さあ、次の投球インハイ見送ってストライク、これで追い込みました。投球はこれから3球目、空振り三振。4回までが終了しまして0対0、まだ得点に動きがありません。5回の表、ユタ攻撃に入ります。先頭バッターは大島、第1打席はセンターフライに倒れています。投げました、ストレート、重そうなストレート。第2球投げました、直球見送ってストライク。さあ、2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました、外れた、ボール、カウントは1ボール2ストライクです。第4球は打った、センターへの打球、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番早川、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。投げた、フォーカーストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、打ちました、センターフライだ、浅い当たり、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番沖田、今日の第1打席はスイングアウト。第1球投げた、見送ってボール。第2球投げた、低め決まってストライク。第3球は見送ってストライク、重そうなストレート。投球これから4球目、ボール、カウントは2ボール2ストライク。第5球投げた、打った、痛烈な当たり、取って、これで3アウト、チェンジ。ユタ結局三者凡退、無得点に終わっています。5回の表が終わって0対0、ユタこの回も得点を。5回の裏、下関攻撃に入ります。この回の先頭バッターは渡り、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球
投げました。低めギリギリいっぱい、ストライク。簡単にツーストライクと追い込んだ。第3球を投げました。ボール。カウントワンボールツーストライク。投げました。アウトコース。シュートは外れてボール。これはわずかに外れています。カウントはツーボールツーストライク。打った副島、ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。第1球初球決まってストライク。第2球投げました。ボール。大きく外れました。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。打ちました。ショートバウンド一塁送球。副島うまくさばいています。バッターはトップに帰って東。今日は三振とショートフライ。第1球投げた。外れた。ボール。第2球投げた。直球見送ってストライク。第3球を投げた。打った。取りました。これで3アウト。久保3人でピシャリと抑えています。5回の裏が終わりまして0対0。この後は特別延長ルールによりノーアウト。豊ダイソーを起用します。川島一塁に入りました。延長6回の表、豊攻撃に入ります。この回のトップバッターは中田。第1打席はレフトフライに倒れています。1球目ストライクから。第2球2球目ストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球を投げた。見送ってボール。カウントはワンボールツーストライクです。次が4球目投げた。直球空振り三振。まずは三振に切って取りました。バッターは8番畠山。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。スラーブ見送ってストライク。セカンドランナーちらっと見た。見送ってストライク。第3球を投げました。一つ外した。ボール。わずかに外れました。カウントワンボールツーストライク。第4球は低めボール球打った。1・2塁間への当たり。セカンドフォースアウト。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。今日2回目の併殺でこの回を終えました。ユタダブルプレーでチャンスを潰しています。さあここは守備を変えてくるようです。ユタここはバントに警戒します。第2球投げました。バントした。ピッチャーの左へ転がした。一塁へ送る。あっと送球それた。副島取ってアウト。右バッターボックスは3番来た。ネクストバッターサークルに控えているのは谷繁。第2球投げました。高めボール球打った。蓮見交代。取った。これで2アウト。ランナーは2塁3塁変わりません。投げました。ボール。1球外します。第2球投げました。外れた。ボール。これも外します。第3球はここは勝負を避けました。次は4球目投げた。バッテリーここは勝負を避けました。第1球投げた。初球見送ってストライク。さあ次の投球高速シンカーはボール。低め完全なボール球。カウントワンボールワンストライク。直球ストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。第4球を投げた。打ちました。いい当たり。右中間へのフライですが、サヨナラか。サヨナラ。サヨナラ勝ち。下関見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように1対0下関サヨナラ勝ちで試合を決めています。勝利投手は倉、敗戦投手は久保、実況担当は堂前秀夫で横浜スタジアムからお伝えしました。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。
動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。